オズ、我々の新作映画四畳半タイムマシンブルースのことなんだが。あら、またその話ですか。メタを承知で言うが、随分過酷な話らしいぞ。どういうことです？クーラーのつかない真夏の下鴨湧水槽で、我々は映画の撮影をし、そこでタイムマシンを見つけ、それが宇宙崩壊の危機を招くことになる。大事ですね。我々は辻褄を合わせるべく昨日と今日を駆けずり回るそうだ。オズ、お前といるといつもこうなる。我々は因果と伏線の糸でがんじがらめなんです。